おはようございます。おはようございます。ハレルヤ、アメン。皆さん、早起きですね。皆さん、早起きです。それではですね、今日、外に出れます。外に行きましょう。はい。それでは、スタートですね。今日も天気ではないんですけれども、外に出ます。あ、曇ってますね。曇ってますが、雨はありません。それでは行きましょう。おはようございます。ちょっとパソコンが急になんか濡れてますね。すみません。何か濡れてます。この車の上にこんなのが置いてあるんですけど、これはどこか落ちたんでしょうかね。夏祭りの夏祭りのポスターに置いてあります。はい。今日2時か3時ごろですね、予算から電話がありまして、ひどいことしてる人がいますね。これ誰かがとんでもないことをしてますね。はい、これはひどいですね。誰かのいたずらではなくてかもしれませんね。ちょっとひどいことをしています。ああいうことはあまりこの町ではないんですけど、直してあげてもいいんですけど、ちょっとあれですね、直し方があるんでしょうから、余計悪くしちゃうと思います。多分泥が出ちゃうので、まあ、うまく直せば簡単にできますけどね、あれはちょっと、あれですね、なんか道具があった方がいいですね、道具が。ここに綺麗なお花があります。お花があります。あ、これは同じ人かもしれませんね。こういう、これは連続いたずら事件ですね、これは。これはあれです、この悪質ないたずらですね。悪質ないたずらです、ね。まあ、場合によってはですね、何でしょうかね、状況をですね、持ち主が見た方がいいと思うんですね。どういうふうにいたずらされたかというのね、写真撮ったりなんかするかもしれませんので、綺麗な花でしたね。これ綺麗ですね。なんていう花でしたっけ、ね、
ついでですね、ごめんなさい、ヨシさんから電話がありまして、そして、19日の日曜日に、礼拝に参加されるそうですね。2時か3時ぐらいでしょうかね、2時か3時ぐらい。そして洗礼を受けたいということなんですね。洗礼を受けたい。で、まあ、その、イエスさんがもう、イエスさんも信じるということはもう確認しています。でもですね、洗礼を受けるために、ちょっと学びが必要ですので、その、洗礼を受ける前に、学びをする予定ですね。洗礼を受けるための学びですね。はい。まあ、その、彼はですね、何回か会いました。会った時にですね、2回ぐらいですね、信仰を信じると、信じると、スカイプかな?スカイプで、言ったことがあります。はい。洗礼を受けることによってですね、信仰がもっとはっきりと、するのではないでしょうか。まあ、遠くに住んでますのでね、教会に毎週来ることは難しいですけど、まあ、たまに来ることはできるでしょう。はい、皆さん、まあいいことだと思いますね。洗礼を受けたいと、思うことは良いことです。で、彼自身、少し変わってきたそうですね。イエス様を信じて少し変わってきたそうです。本当に、イエス様の力、その十字架の力、ヨシさんがですね、こう、変わってくるのを見てですね、多くのリスナーが、ああ、本当に、信仰によって変わるんだ。信仰によって、悪いことをやめていくんだ。信仰によって、その、信仰によって、悪いことは言わなくなるんだと。だんだん変わってくるんではないでしょうか。変われるよ。現に俺は変われた。アメン。そうですね。本当に皆さんの証がですね、もう本当に皆さんの証がですね、証です。だんだん変わってきました。アーメン。そうですよね。もう皆さんはそういう体験してる人もいるわけです。ちょっと暑いですね。ちょっと失礼。すみません、ちょっと暑くなってきたので、すみません。いつの間にか良い方向に変われていました。アメン。アメン。そうですね。皆さんは、だんだん、変わってくるんですね。だんだん変わってきます。ちょっと暑いですね。洗礼しようと考えています。アメン。素晴らしい。素晴らしいです。ね。皆さんの中でね、もうイエス様を信じている方たくさんいます。たくさんいます。ぜひですね、お金貯めて、
東京町田に、洗礼を受けに来てください。洗礼受けに来てください。川で洗礼を受けたい方はですね、またちょっと準備しなきゃいけませんが、川で洗礼を受けることも可能です。可能ですが、ちょっと、準備が必要です。お金はかかりません。お金はかかりません。交通費ですね。交通費をだけでいいです。はい。ナウさんはですね、川で洗礼を受けましたね。まあ、遠くの方はね、やっぱり結構交通費が大変だと思いますね。場合によっては、宿泊費もいる方もいるかもしれません。先ほどナイルさんがね、初テスト配信してましたね。ナイルさんが先ほどですね、テスト配信してました。成功してましたね。ナイルさん、川での洗礼は格別です。アメン。川での洗礼は格別です。ナウさんの配信楽しみにしています。町田駅前にビジネスホテルありますか？3つぐらいありますね。ビジネスホテル3つぐらいあります。全然人来ないのでちょっと困っています。いや、30人ぐらい来たんじゃないですか？ナウさん、30人、テスト配信で30人来れば、御の字でしょう。あ、米がない。テスト配信はね、やっぱりちょっと最初は米が少ないかもしれません。これからですよ、これから。会社を辞めて天国大学に入ります。アメン。会社を辞めて天国大学に入ります。キューちゃんの家に泊まらせてくれませんか？ちょっと今はですね、教会には宿泊設備がありません。在特会のデモの後にエルチェンに行っていいですか？在特会やめてきてくださいね。在特会にやめてきてください。一応一回コミだけ貼ってもいいです。あ、いいですよ。一回だけ貼ってください。どうぞ貼ってください。はい。ありがとうございます、ね。それからですね、昨日ですね、香港のギャザリングを見ました。多分ね、今日の朝9時半からやるんじゃないかなと思うんですね。朝9時半からすると思うんですが、中国語と英語だけなんですが、日本語はないんですけど、もしよければですね、皆さん見てください。で、ちょっと私ね、URL を今貼れないんですが、皆さん昨日のですね、香港ギャザリングの、URL を持ってる方貼っていただけますか？ライブストリームっていう URL なんですけど、ぜひ皆さん香港ギャザリング見てください。多分、今日、明日、場合によっては明後日ぐらいあると思うんですね。香港ギャザリングの URL を貼ってください。あ、ありがとうございます。あ、これ違う。これ違いますよ。これ違います。香港ギャザリング URL、ね。ありがとうございます。これです、これです。これを皆さん見ていただいて、ね。ハローワークのいいです。ぜひこの香港ギャザリングを見てくださいね。香港ギャザリングね。はい、アメン。そうですね。
ローワークは地獄のもんだと思ったよ、クーちゃん。ハローワークは地獄のもんだと思ったよ、クーちゃん。はい。後ろのお花見せて、後ろの花をお見せしましょう。だいぶね、花が終わってきましたね。こっちの方が綺麗かな。こっちの花の方が綺麗です。だいぶ、花が終わってきました。こっちは雑草が生えてます。こっちは雑草が生えてます。これはマリーゴールドですね。マリーゴールドですけども、神様の仕事で、日本をチェンジしたい。アメン。神様の仕事で日本をチェンジしたい。皆さん、国会議事のてっぺんに十字架をつけるべきです。わあ、素晴らしいアイディアですね。素晴らしいアイディアです。国会の議事堂に十字架をつける。いいですね。いいですね。ニート最高と大声で叫びたい。ニート最高と大声で叫びたい。アメン。学校休んでこの放送を見ています。アメン。学校休んでこの放送を見ています。いいですね。アメン。ニートだから、今日も放送が見れることに感謝します。アメン。アメン。アメン。私たちは、信仰によって、自由になりますね。信仰によって、自由になります。娘とこの放送を見ています。はい。感謝します。感謝します。キューちゃんの笑顔と緑の綺麗さにアメン。アメン。我々日本人は悔い改めます。我々日本人は悔い改めます。信仰を始めたら仕事をする意味がないと悟りました。本当の仕事は、私たちを救った神様のために生きることです。私たちの仕事は永遠の命に至る食べ物のために生きる。永遠の命に至る食べ物。それは御言葉ですね。御言葉を、この世に述べ伝える十字架の言葉、救いの言葉をですね、語ることが、その私たちの本当の、本当の仕事です。十字架ですか、十字架。これしかないです。十字架ですね。戦争 法案反対の祈りをします。アメン。そうですね。戦争法案に反対しましょう。戦争法案に反対しましょう。
キリストが正しい根拠。十字架を見てください。十字架が根拠です。十字架が根拠です。銀じゃなくてもいいですよ。銀じゃなくて。十字架が根拠です。信仰の素晴らしさをいろいろな人に伝えたい。アメン。信仰の素晴らしさをいろいろな人に伝えたい。なぜ戦争法案って呼ぶのですか。戦争をすることを開いてしまう。今までは憲法9条でですね、戦争することができなかった。戦争を放棄していたわけです。ところが、この、戦争法案によってですね、その集団的自衛権、皆さんちょっと難しいかもしれませんが、集団的自衛権によってですね、結局アメリカがどっかと戦争したらば、日本が、その参戦というか、アメリカの味方にならなきゃいけない。アメリカがどっかの戦争を始めたら、日本もそれに、ね、協力しなきゃいけないというのが集団的自衛権ですね。集団的自衛権。それはですね、結局、日本が戦争をしないという憲法に違反するんですね。憲法9条は、戦争しない、そして、その軍隊を持たないという素晴らしい平和憲法なんですね。平和憲法。その平和憲法に違反してしまうわけですね。クリスチャンと関係ない、いや、関係あるんですよ、それが。クリスチャンと関係があるんです。なぜかというと、戦争をしようとするのは、その悪魔の働きだということですね。自民党は戦争を始める危険集団だと思う。自民党は戦争を始める危険集団だと思う。七夕なんて本当はないんだと子供たちに教えたい。そうですよ。星に願ってもダメなんですね。星に願ってもそれは全く意味がないんです。夢を壊すといい。あ、娘がキリちゃんに行ってきますと言ってます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。自民党の暴走を止めるべきだと思った。アメン。アメン。皆さん、こう考えてみたらどうですか？ね、こう考えてみてください。いいですか？例えば、どっかの国と戦争するとします。ね、日本がどっかの国と戦争します。その時にですね、その国に友達がいたとします。または家族がいたとします。そういうこともあるでしょ？皆さん。今、世界中に日本人がいるし、そして、その国の友達がいるってこともあるじゃないですか。そしたらば、ね、その国と戦争するってことは、その国にいる自分の家族とか、自分の友人を殺すことになっちゃうわけでしょ。そういうふうに考えると、戦争っていうのは、本当に、良くないってことがわかります。ね。アメリカと戦争した時にもですね、アメリカには日本人がたくさん移民がいて、日系のアメリカ人がたくさんいたわけですね。そして日本が戦争したことによって、彼らは収容所に入れられてしまったんです。ね、そして、日本がですね、戦争したことによって、その日系アメリカ人がね、日系アメリカ人も死ぬことになったと思うんですね。ですから、戦争っていうのはですね、相手の国が、敵だと思うこと自体が間違っているわけです。相手の国の中にも家族がいたり、友人がいたりするわけです。つまりイエス様の教えの通りですね、隣人を自分のように愛せよ。隣人を自分のように愛せよ。そういうふうに考えることが大事です。つまり敵意を捨てなきゃいけないということです。敵意を捨てなきゃいけない。
敵意があるから喧嘩があり、敵意があるから戦争が起きます。つまり戦争の原因は敵意だということですね。敵意だということです。ぜひ皆さん、その戦争の原因は人間の罪、人間の罪が原因だと思ってください。その罪というのは差別であったり敵意であったり、その敵意が原因で喧嘩をし、争いをし、戦争をするんだ。つまり憲法9条の、その、憲法9条の、その根本的な主張はですね、イエス様を信じて敵意を取りましょうということですね。イエス様を信じて敵意を取りましょう。敵意があれば、戦争になるんだよという。本当に敵だと思ってるの？敵だと思ってるんですね。つまり憲法9条はですね、軍隊を持たないということですね。軍隊を持たない、その軍隊こそ敵意なんだということです。軍隊は敵意だ、軍隊は敵意だ、ね。例えば北朝鮮にミサイルがあります。北朝鮮にミサイルがあります。その北朝鮮のミサイルは、日本に対する敵意ですね。日本に対する敵意。中国に軍隊があります。中国に軍隊があります。その中国の軍隊は敵意ですね。日本に対する敵意です。日本人からすればですね、日本人からすれば、北朝鮮に、軍隊が あってほしくありません。中国に軍隊があって欲しくありません。ね、その、軍隊は、ね、他国に対しては敵意なんですね。敵意なんです。もちろん、韓国にも軍隊があって欲しくありません。ね、韓国にも軍隊があって欲しくありません。それは日本に対する敵意なんですね。で、同じように日本の自衛隊が、北朝鮮や、中国に対する敵意になってるんだよ。平和を求めてるにもかかわらず敵意を持ってる。だから、武器をさらばという小説があるんです。または、その核廃絶という今、世界中が核廃絶を、方向があるじゃないですか。まさに核は敵意だよっていうことですね。核兵器は敵意です。核兵器は敵意です。日本はですね、今、核兵器を持とうとするような方向になっています。多分、自民党はですね、原発を通して核兵器を作りたいという気持ちがあると思うんですが、皆さん、まさに、核兵器は敵意ですね。核兵器は敵意です。ですから、ちょっと移動しましょう。まさに核兵器は敵意です。タイムシフト残してください。はい。タイムシフトいつも残してますよ。まさか原発反対派。原発反対ですよ。原発反対。原発反対です。皆さん、例えば原発があるとするじゃないですか。ね、原発があるとします。そのテロリストがですね、テロリストがその原発に向かってですね、まあ爆弾をね、爆弾を仕掛けたとします。そしたらですね、原発がですね、
破壊してですね、放射能が拡散します。もう原発があるということはですね、福島の原発事故のですね、ようなことが簡単にできちゃう。テロリストにとってはですね、原発を破壊することは簡単ではないでしょうか。ですから皆さん、原発があるというのは非常に危険なんですね。これからですね、これから IS がですね、IS っていうのはイスラム国のことですが、IS が、日本にですね、入ってくることもあるわけです。もう入ってるかもしれません。わかりませんか。その、IS がですね、日本の原発をですね、こう爆発するようなことも可能性があるじゃないですか。だから原発ない方がいいんですよ。原発が結局ですね、核兵器になってしまうんだということですね。原発が核兵器になってしまいます。だから原発というのは非常に危険だということですね。テロリストが原発に爆弾を仕掛けたらですね、またミサイルですね、ミサイルを原発に落としたらですね、原発は核兵器になってしまいます。ですから、皆さん原発反対しましょう、ね、原発は反対しましょう。原発は、核兵器にもなってしまうということですね。はい。原発が攻撃の標的になって危ないということか。そうですよ。福島の原発事故のようなことが、ね、テロリストによって起こされる可能性があるということですね。つまり、IS がですね、日本に入ってきて、そして、そういうことができるということですね。IS はものすごく巧妙でね、その国の若者を募集して、その国の若者を募集して訓練して、またその国に戻してテロを起こすという手口ですね。だから、まあ日本人ではあまり少ないと思いますが、日本人の若者が、リクルートされて、まあ、IS に行きます。で、そこで訓練して、テロリストとして訓練して、また日本に戻ってくる。ね、そういう方法で、日本の中にテロリストを送り込もうとしているんです。日本ではまだ少ないけど、ヨーロッパですね。イギリス、フランス、ヨーロッパではですね、そういう、実際に、若者がですね、行っているわけです。ですから、世界中は今ピリピリしているわけですね。世界中は自分の国の中に、自分の国の国民がですね、テロリストになってまた戻ってくるということに対してピリピリしています。ですから、悪魔は非常に悪賢いですね。牧師さんはどうして神様を守ってくれると信じないんですか？もちろん信じますよ。もちろん神様が守ってくれると信じます。ですから、ね、祈りが必要です。祈りが必要です。そして伝道が必要です。伝道することによって、悪魔に立ち向かうのです。結局はですね、こういう問題も、要するに、戦争っていうのは、まあ、ある意味では、戦争っていうのは、ある意味では、霊的戦いの表れと言ってもいいでしょう。例えば、ヒトラーや、日本軍がですね、太陽戦争を起こしました。
ヒトラーは、まあ、ある意味で悪魔の陣営、連合軍は神の陣営、もちろんそれはきれいには分けられませんが、ヒトラーはユダヤ人を600万人虐殺しました。そういう意味で悪魔の陣営ですが、そして、ナチが、悪魔の陣営で、連合軍が神の陣営で、結局、悪魔の陣営が負けました。日本の戦争もそうですね。天皇を神とする陣営、天皇を神とする偶像崇拝の陣営が戦争を起こして、そして、神の陣営が連合軍ですね、アメリカ軍。で、アメリカ軍が勝利した。悪魔の陣営が負けたと。まあ、それは厳密にはそうじゃないかもしれない。一つの形ですね。そして今度の IS は、なおさらそれがよく見えますね。IS とか、北朝鮮とか、イランっていうのは、ものすごくよくわかります。つまり IS が悪魔の陣営ですね。IS が悪魔の陣営。まあ、単純ではありません、ね。イスラム教同士でも戦ってますから、単純ではありませんが、今世界はですね、その IS のイスラム国に対して、テロ戦争ですね、テロ戦争、テロとの戦争をしています。これは霊的な戦いを表していると思いますね。霊的な戦いを表していると思います。悪魔はですね、悪魔は人を殺すことが目的です。人を殺すことは目的です。ですから私たちは、本当の平和、本当の平和、それは敵を捨てること、敵を捨てること、武器を持たないこと、武器を持たないこと、そして、神の愛で、神の愛で平和を作ること、それが大切です。敵を捨てるにはどうしたらいいですか？イエス・キリストを信じると、敵がなくなってきます。イエス・キリストを信じると、敵がなくなってきます。皆さんが優しくなった。皆さんが、この、悪いことは言わなくなった。というのはまさに、敵がなくなってきたんではないでしょうか。この世界に武器を持たない国ありますか？コスタリカという中米にですね、コスタリカという国は、まあ、軍隊を持たないという国らしいですね。軍隊を持たない。それでうまくいってるそうですね。うまくいってるそうです。で、その、軍隊に関わる、そのお金をですね、軍備にかかるお金を教育とか福祉の方に、使うそうです。はい。コスタリカも有事には徴兵があるそうですね。有事には徴兵が、日本もそういうのでいいんじゃないですかね。普段いらないよ、みたいな感じですね。昨日の放送で安倍さんの嘘を知った。昨日の放送で安倍さんの嘘を知った。それではですね、災害救助。災害救助はまたそういうですね、システムを作ればいいと思いますね。システムを作ればいいです。明石タイム行きましょう。明石タイム行きましょう。
それではですね、明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、敵意がなくなってきた証。イエス様を信じて、喧嘩しなくなってきた証。イエス様を信じて、その人間関係が平和的になってきた証。スタート。イエス様を信じて、人間関係が平和的になってきた証。スタート。台風が3つ来てますが、リバイバルの予兆ですね。イエス様の愛を知って、初めて家族の愛を知った。早く自衛隊と原発がなくなればと思う。リバイバルの予兆を感じます。リバイバルの予兆を感じます。イエス様を信じて天国に行くぞ。イエス様を信じて天国に行くぞ。悪霊天国日本からイエス様天国になりますように。アメン。軍艦島の強制連行を認めた、いい兆候だ。イエス様を信じて心が平和になりました。国家信徒はサタンの教えだったんだ。国家信徒はサタンの教えだった。駅の改札は人に譲っています。イエス様の教えが世界、日本に世界中に広まりますように。アメン。あなたにリバイバルの予兆を感じます。アメン。軍隊なんて悪魔が喜ぶ集団だと思いました。軍隊なんて悪魔が喜ぶ集団だと思いました。ああ、誰も救ってくれないと思っていたけど、神様がいた。軍人は日本にはいらないと思いました。日本の戦争責任で謝罪すべきと思った。イエスにノーだった。しかしイエスにイエス。以前はイエスにノーだった。しかしイエスにイエス。イエスにイエス。やっぱりヤンファいたんだと思った。やっぱりヤンファいたんだと思った。キューちゃんの教えはイエス様の教えだと思いました。キューちゃんの教えはイエス様の教えだと思いました。それ駅前風景ですね。駅前風景。神様が急に見え始めた。急に感謝。神様が急に見え始めた。わお。乾ききった日本が油で満たされますよ。乾ききった日本が油で満たされますよ。兵器を売って稼ぐのはサタンの行いだと思って。兵器を売って稼ぐのはサタンの行い。死の商人って言われますよね。死の商人っていうのは、
武器を売る人たち、武器を売る人たちが死の商人と言われています。神様に丸投げしたら気持ちが楽になった、神様に丸投げしたら気持ちが楽になった。あなたは本当に神父ですか？私は神父ではありません。牧師です。牧師です。神様の愛、ありったけの愛をかき集めたい。ありったけの愛をかき集めたい。今日から電気を使わず原発反対ハレルヤ。今日から電気を使わず原発反対ハレルヤ。エアコンの設定温度は20度です。20度はちょっと低すぎるんじゃないですか。エアコンの設定温度はですね、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。エアコンの設定温度は、私のところは26度ですね。26度か27度くらいです。28度にしろ。28度でもいいですね。32度、32度はちょっとあれじゃないですか、高すぎちゃうんです。神様によくやった、良いしもべだと言われたい。神様によくやった、良いしもべだと言われたい。アメン。どんな理由であれ、戦争に加担するのは良くないと思います。今年の夏は内輪だけで過ごす決心をしました。どん底人生からわっしょいスーパーナチュラル人生。世界の共通言語は英語じゃなくてキリスト教だと思う。アメン。夢にイエス様が出てきた、夢にイエス様が出てきた。キューちゃんの放送を見てからわっしょい人生、わっしょい人生、いいですね。イエス様、イエス様わっしょい、イエス様わっしょい、わっしょい人生です。わっしょい人生。わっしょい人生、いいですね。心配不安人生から、ナンクルナイサー人生。ナンクルナイサー人生。イエスキリスト以外は全部嘘という根拠がありますね。イエスキリスト以外は全部嘘という根拠。それはですね、ここに書いてあります。第一ヨハネですね。
ですね、イエスを告白しない例はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの例です。イエスを告白しない例はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの例です。つまりイエス様を告白することが、神からの例、イエスキリストを告白する、イエスキリストを告白することが神からの例で、告白しなければそれが反キリストだということですね。それは、悪魔から来ているということです。悪魔から来ています。これがポイントですね。ポイントです。ですから何事も信仰的に考えるべきだということですね。聖書が確実な証拠だと分かった。聖書が確実な証拠だと分かった。イエス・キリストを告白しなければ、それは神様から来ていないということですね。すごいコメントばかり来るのになぜ放送を続けるんですか。いや、伝道に迫害はつきものです。この世が悪魔の支配だと書いてあります。それはどこに書いてあるかというと、ですね、ですね、第一ヨハネ5の19、第一ヨハネ5の19、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。この悪いものっていうのは悪魔のことですね。言い換えると、全世界は悪魔の支配下にある。全世界は悪魔の支配下にある。ですから、伝道するということはね、その悪魔の陣営にですね、悪魔の陣営に、その攻撃しているということですね。ですから、戦争反対というのはね、本当の戦争は悪魔との戦争が本当の戦争だよということ。人間同士の戦争は本当の戦争ではない。人間同士の戦争は仲間内の、戦争だということです。ですから私たち本当の戦争をしなきゃいけません。その本当の戦争っていうのは悪魔が敵だということです。まさに憲法9条はそれを言ってるんだと思います。憲法9条はね、人間同士で戦争してはいけない。人間同士で戦争して、人間を殺すような軍隊を持ってはいけない。悪魔が敵なんだ。悪魔が敵なんだ。悪魔と戦いなさい。悪魔と戦いなさい。これが憲法9条の霊的な意味ではないでしょうか。9条は日本の宝だと気づきました。皆さんが暴言暴力振るうということは、それは仲間内をと戦争しているということですね。仲間内と戦争している。皆さんが他人を許し他人を愛するということはまさに、一致団結しているんだということですね。一致団結している、つまり皆さんがですね、誰かと誰かを憎んだり誰かを嫌ったりするということはまさに悪魔の策略だということですね。悪魔の策略。皆さん、これ大事なポイントです。悪魔の策略は人間同士が同士打ちをすることです。同士打ちをする。じゃあ悪魔に勝つためにはどうしたらいいんですか？悪魔に勝つためには、イエス様を信じて、人を許し、人を愛すること。人を許し、人を愛することが悪魔に勝つことです、ね。悪魔に勝つことです。もし罪のうちを歩んだら、それは悪魔に負けてしまうんだということですね。悪魔に負けてしまう。皆さん、悪魔に勝ちたいですか？本当の霊的戦い、
悪魔に勝ちたいですか？悪魔に勝つためにはイエス様を信じることが勝利なんだよということですね。イエス様を信じなかったら悪魔の策略に乗っちゃってるんだよということです。ですからね、私たちの、勝利はイエス・キリストを信じる信仰だと書いてあります。イエス・キリストを信じることこそ、悪魔に対する勝利、イエス・キリストを信じることこそ、悪魔に打ち勝つことだということです。皆さん、本当の戦争分かりましたか？本当の戦争、本当の戦争というのは悪魔が敵で、悪魔と戦うこと、悪魔と戦うこと、これが本当の戦争なんだよということですね。はい、今日は会社を休んで聖書を読みます。アメン、アメン。イエス様はやっぱすげえ神様だと思いました。イエス様はすげえ神様だと思いました。つまり、今審議されている戦争法案はですね、全く的を得ていないということです。よく聞いてください。今、戦争法案を審議されていますけど、全く的を得ていません。的を得ていません。全く霊的なことが分かっていない。霊的なことが分かっていません。つまり、悪魔と戦うことを、悪魔と戦うことを知らないということですね。人間を敵としているところに問題がある。人間を敵にするということこそ敗北だということですね。敗北。人間を敵にしてはいけませんね。人間を敵にしてはいけません。悪魔を敵にしなければなりません。戦争法案は全くですね、当たっていません。戦争法案で平和は来ません。戦争法案で平和は来ません。本当の平安は、まず、心の中の敵意を捨てること、罪を取ってもらうことが大事だということです。敵意があって平和は来ません。人間を憎んでて平和は来ないのです。人間を憎んでいて、平和は来ません。それではですね、招きをしましょう。また蚊がちょっと増えてきましたね。蚊が増えてきました。すみません、ちょっと招きをしましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、その、本当の敵である悪魔に立ち向かいたい、イエス様を信じて勝利をしたい、悪魔に勝利をしたい人、アメンと言ってください。人間同士で憎み合うのではなく、人間を愛するということの中で悪魔に勝利をしたい人、アメン。悪魔の味方をしないで、イエス様の味方をしたい人、アメン。イエス様の味方をしたい人、アメン。アメン、アレルヤ。アメン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 。
アメン。アメン。アメン。もう一度ですね、ギャザリングのちょっとアナウンスしたいんですが、今、香港でギャザリングしています。ギャザリングという集会があります。で、それは、まあ、中国語と英語だけなんですが、今日と明日と明後日があるかもしれません。9時半から多分始まると聞いたんですが、正確ではないんですけど、今日一日中あると思います。もう一度皆さん、ちょっとギャザリングの URL 貼ってくれませんか？ギャザリングの URL 貼ってください。どなたかギャザリングの URL 貼ってください。はい。誰か貼ってください。ハロハ、これじゃないですね。あ、これですね。このライブストリームという、これがそうですね。これがですね、これがあれです。私もちょっと貼っときましょう。はい。これですね。これをぜひ皆さん見てくださいね。ギャザリングですね。ありがとうございます。これをですね、今日明日明後日、明後日は分かりませんがやってますので、多分朝から夜まで、朝から夜までやっていますので、皆さん見てください。ちょっと英語の勉強にもなりますね。英語の勉強にもなりますので、ぜひ、見てくださいね。はい。それじゃあちょっとお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。今日も放送できたことを感謝します。今日は戦争について平和について話をしました。本当の戦争は悪魔との戦争です。多くの人はその戦争に敗北しています。悪魔に騙されて多くの人は、悪魔との戦争に敗北しています。どうぞイエス様、今日アーメンと言った人たちが、その悪魔に勝利することができますように。悪魔に勝利して、イエスキリストを信じる信仰によって悪魔に勝利しますように。悪魔に勝利しますように。イエスキリストを信じる信仰によって悪魔に勝利しますように。そして日本が、悪魔に負けています。日本が偶像崇拝をしたり、日本が、原発を作ったり、また、戦争をしようとするような戦争法案 を、通過させようとして、日本は悪魔に負けています。イエス様、どうぞ日本が悪魔に勝利しますように。悪魔に勝利しますよ。悪魔に勝利しますよ。イエス様、どうぞ、日本を変えてください。日本を変えてください。今アーメンと言った方々が、悪魔に立ち向かい、悪魔と立ち向かい、その人を愛し敵を捨てる人生、悪魔と立ち向かう人生が始まりますよ。イエス様、どうぞ、どうぞ、そのリスナーの人たちを祝福してください。リスナーの人たちを、祝福してください。一人でも多くの人が救われますよ。一人でも多くの人が救われますよ。イエス様、人に心に触れてください。リスナーの心に触れてください。リスナーの心に触れて、そして、
救ってください。救ってください。イエス様感謝します。イエス様感謝します。今日一日も祝福してください。リスナーを祝福してください。平安が、天国の平安があります。天国の喜びがあります。リスナー全員が、リスナー全員が今日一日、神様を感じますよ。神の愛を感じますよ。神様のことを一日中考えますよ。神様との、神様から祝福が流れてきますよ。どうぞ植え替え機を与えてください。神様に対する植え替え機。神の愛に対する植え替え機がありますよ。感謝します。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、ありがとうございました。今日は戦争について、軍隊について話し合うことができました。皆さんも考え続けてください。今日10時から英語聖書の授業の放送があります。また、夜9時から、また放送します。それじゃあ皆さん良い一日を。ありがとうございました。シャローン。シャローン。シャローン。